はいどうも皆さんこんにちは、ピアキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。でストーリーモードをね進めていってアバターがね少しだけ手に入ることができたからちょっと着替えてみたんですけど、どうこのアバターやばくない？ちょっとあんまり可愛くないけどこのアバターでやっていきたいと思います可愛くはないというか、どっちかって言ったらキモい、キモいキモい方になるのかな。それじゃあねこのコースをやっていきましょう。早速ね第一戦目はぜひ勝っていきたいな。このコースなんか見たことあるぞ、なんか見たことある。あ、よし、でゆっくり待っておきましょう。で、オッケーで、オッケー、いいね、ジャンプ。このコースなんか前に見たことあるけど、このまま行けばやばい、やばい、まずい。ルイージよ、邪魔しないでくれルイージよよし、やばい、これ負ける、これは負けてしまうぞ。待ってくれルイージ。で、ジャンプ、ジャンプよし、あ、マジかうまい今のルイージ。そこがゴールだったのか。え、っていうかさ、このコース今までね 2,3 回ぐらい当たってるんだけど、なんか有名なコースなの？まあ最初はねまだ準備中だもんねまあ最初は準備中だからいいとして、生まれ変わったこのオカマっぽいピオキングやっていきます。たまにねめっちゃアバターのねセンスがいい人いるんですけど、そういう人をスクショしてちょっと真似していこうかな。で今回はミニゲームって書いてたね。だからこれはバトル用コースだし、どこに行こうか。じゃあ下から2番目に行こう。ちょっと待って邪魔ちょっと待って邪魔だから。で俺はこの下から2番目に行こう。よし始まる、オッケー、下から2番目ね。あー右ね、どこ、どれ俺、え、どこ、どうすればいいのこれ。あ、え、何これ、どうすればいいんだ、何もしない方がいいのかな。あ、これなるほど、右に落とせばいいのか。次、オッケー。でそしたら、え、どうなんの。わかった、これ左の方に落とさなくちゃいけないんだ。スタートからやり直せばいいのかこれ。そうした方が早いね。で上だったね確か。で右に行く。そしてどうすればいいんだろう、これは。ん、あ、やった、なんか出たぞ。そしてピオキングさんが条件を達成したやったね。え、待って、どうすればいい、え、ゴールできないんだけど。今 P がね鳴ってるから、あの P が解除されたら多分俺がゴールできるってことかな。オッケーこれただの運ゲーや。まあでも勝ちは勝ちですよね。一応 S プラスの人に勝ったから、レート的にはね20以上、まあ22って書いてた、22ぐらい増えたから結構増えました。で次は一番左の人、はっひょあ、またいる、ゲスキラー、キノピオゲスキラー、さっきもいたな。運命の決戦、めっちゃかっこいいんだけど名前。っていうことはクッパが出るのかな。決戦ってついてたらクッパ出る系多いもんな。よし、一番最初に行くことができたけど、オッケー。あ、待って、俺がよし。でどうしよう、オッケー。そして右に行くと、でこのまま行くか。あ、ダメだこれ、ファイヤーボールないとダメなやつから。いや、乗り換えよ、乗り換えよ、乗り換えよ、オッケーおりゃ、よし。で俺が鍵を持ったのはいいけど、このまんま、よし。で次は右で、オッケー。あー待ってくれ、よし、待って、どうしよう、どうしよう、これどうする、これどうする、これどうする。え、なんでゴールできたんだ、え、どうやってゴールしたの。ちょっとレートがねどんどん下がってきてるよね。まずい、このまんまだったらまずいぞピオキング。ちょっとレートを増やしていかなきゃいけない。よし、それじゃあ次は勝てるように頑張っていきましょう。ボスラッシュって書いてたね。しかも C って書いてたから海の中でボスラッシュってことかな。でまずね、やっぱりハテナを取りたいんですけど取られちゃうもんな。だから先に行ってくれ。も見て、ほら見て、あのルイージ、よし、
俺だけファイヤーを取っていくぜよし、多分ね、ボスラッシュって書いてたでしょ。だからね、ボスがきっといっぱいいるんだ。オッケーオッケーオッケー。で、鍵とかあるのかな。鍵とかないの、大丈夫。だってめっちゃゲッソーいるんだけど、上にファイヤーがあるのか。そしてこのまま右に行こっか。待って、危ない危ない危ない、これ無理でしょ、これ無理でしょこれ無理だ。よし、早く行こう。アイテムないかな。よし、この辺で確かにファイヤー取っておかないとまずいな。あのキノピコチャンスじゃない、めっちゃチャンスだよね。最初にやっぱアイテム取らないで行ったから、これはもう当たっていい、当たっていいんだ。おっ、おうのうとか言ってる。っていうことはキノピコやられたか。よし、このまんま。ゲッソーはまずいぞ、ゲッソーはまずいだ。よし、でヨッシーの音がしたな。よし、オッケー。あ、ここでヨッシーが出てくるのね。おっそおっそ、めっちゃおっそ。あ、ルイージごめんよ、邪魔なんだ。クッパ倒すね。待って、今見たんですよ、クリア条件を。そしたらクッパを倒すって書いてた。左上にね、条件があるけど、どうしようか。クッパはヨッシー乗ってたらダメだぞ。よし、誰もいないうちに早く。あー待って、ジャンプする、ジャンプして、でこのままここで、よし、オッケー。あー、嘘、バカめ、俺がゴール条件を持ってる。え、オールロードリードローブ。よし、それじゃあね、どんどんやっていきましょう。一番右にあのオンオフが鳴るときにみんなスタートってことか。これはマリオみたいにタイミングが重要だな。よし、この辺か。よし、オッケー。で、ジャンプ。よし、ジャンプ。これはちょびちゃん、ちょびちゃんが、よし、効いたぞ。で、このまま渡る渡る渡る。よし、オッケー。今のところ何番だ。で、ジャンプ、オッケー。で、ジャンプの、おし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 、いい感じと思ったら、雲、雲、よし、オッケー。これは、これは、上ね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 、ちょっと待ってくれ。あー、待って、待って待って、待って、スネークブロック。ちょっと待ってよ、もう。よし、オッケー。で、ジャンプ。嘘、ちょっと待って待って待って、またまた、ちょっと待って。よし、ジャンプ。あー、またもう最悪、マジでもう最悪、もう。よし、でジャンプ、オッケー。あはは、またえ、待って、え、マジで下手なんだけど。うわー、これもったいな。途中までね、1番でいけてた気がするんですけど、あのスネークブロックマジで苦手だな。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。S プラス遠いな。そして今日ね、集まりがそんな良くないんですよね。まあ一応今のところ全員4人で戦えてるけど、みんなでバトルってやっぱり海外の人とかも一緒にバトルすんのかな。いや、それはないよね。あ、待って、パックンを1体倒してからゴール。これ即じゃん、これ即、これ踏んだら勝ちのやつのパターンじゃない。よし、俺が踏んでやる。待ってくれ、よし、踏んでみせるぜ、あのキノピコ。よっしゃきましたよ、踏む名人、踏む名人来ました。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはこれで終わりたいと思います。そして最近ですね、このコースをピオキングさんやってくださいって送ってくれる方も少しずつですが増えてきています。でもですね、そのコースを検索してみるとちょっとなかったりする時があるんですよね。まあ間違いなくコース ID を打ってるんですけれども、もしかしたらコメントとかでね、打ち間違えてんのかなとか思ってるんですよね。こんなこと言うのはね、申し訳ないんですが、コース提供をコメントしてくれる場合は間違いのないことを確認して、ぜひコメントしてもらえたら助かります。それじゃあまたね。